関内。関内は、神奈川県横浜市中区にある大岡川、首都高速横羽線、中村川と海に囲まれた地区を示す通称で、国土交通省の都市景観100選に選定されている。関内区域は、横浜市における都心、ツインコアの一つである、横浜都心に指定されている。また、関内、関外地区は、横浜都心。 臨海地域の一部として、都市再生特別措置法による、特定都市再生近整備地域に指定されている、2018年10月、指定。日米修行通商条約、安政の5カ国条約によって1859、安政6年に、横浜に設置された、開港上の区域を、館内と呼んだことに由来し、住所表示上の正式な地名として、 館内という地名はない。ただし、国道16号や新横浜通りのキロポストや方向標識には館内と表示されている。馬車道、中華街、山下公園など古くからの観光地が多く、隣接する港未来地区と並び多くの観光客で賑わっている。また、神奈川県庁舎、横浜市役所、神奈川県警など観光庁や企業が集まる。 横浜の中心地である。横浜港が開港して、以来西洋文化を一気に取り込み、アイスクリーム、ビール、ガス明かりなど、横浜市の発祥とするものが多くあり、昭和初期の近代洋風建築が残されている。地域内にある駅は JR 根岸線関内駅、石川町駅、横浜市営地下鉄ブルーライン、1.3号線、関内駅、 横浜高速鉄道港未来線馬車道駅、日本大通駅、元町、中華街駅である。2004年の港未来線の開通により、横浜駅周辺、港未来地区との交通アクセスが一層容易になり、町の再活性化が進んでいる。一方、社会、経済情勢の変動に伴い、古い事務所、店舗ビルを取り壊して、マンションを建設。 分譲する動きが目立ち都市計画上の課題となったため、横浜都心機能誘導地区建築条例が制定され、関内駅周辺はマンション建設が規制されている。これは横浜駅周辺も同様。なお、関内駅は JR 根岸線の他に横浜市営地下鉄ブルーラインが乗り入れている関係で、地下にマリナード地下街と呼ばれる商店街があり、 地下街自体が地上の吉田橋と同様に、関内駅から伊勢崎町側へ通り抜ける連絡ルートとなっているため、伊勢崎町の入り口付近までは、関内駅の構内とみなす場合がある。しかし、地名の由来的には、関内駅の位置は、海から離れた関内地区の南西の端にあたり、そこよりも南西にある伊勢崎町は、関外である。原則として、伊勢崎町は、 管外地区であるが、鉄道路線の管内駅の構造を考慮して、ガイドブックなどの地域別情報の場合では、雑誌などの編集上の都合から、伊勢崎町の一部も管内に分類する例が見られる。ただし、伊勢崎町を管内に含めることは、あくまで紙面上の便宜的な措置であって、地名の定義が変わったわけではない。この点は、正確に、伊勢崎町一帯を示した、管外という故障が、 ガイドブックの主要な利用者である市外からの来訪者にとってあまり知られていないことからわかりやすく駅名の表示に合わせたという事情に関係する。施設名称に館内の名を冠した例としてコンサート会場などに使われる館内ホールは馬車道商店街の中に位置するので文字通り館内地区にあると言える。かつて館内周辺は海であった。 現在の大岡川と中村川に囲まれた一帯は、入江であり、倉木国横浜村はこの入江の先に突き出た総館、島館、島館島と呼ばれた、札上に形成された館村であった。江戸時代にこの入江は、吉田神殿として埋め立てられ現在のような陸地となり、さらに海側の現在の館内地区に相当する場所には、横浜神殿や大田屋神太が埋め立てにより造成された。 そのためこれらの地区の道路は五番の目上に整備されており、町名も古来からのものではなく、埋め立てに関わった人物にちなむもののほか、埋め立てた当時の用局や百人一種から取られた綺麗な町、縁起のいい町名、随所地名が多く付けられている。江戸幕府はアメリカに開港を要求され、当時神奈川の隣町であり、寒村であった横浜村。 神奈川の横にある浜、横に伸びた浜を神奈川の一部と称し、この地を開港した。それは幕府が東海道の宿場町であり、栄えていた神奈川塾に外国人を入れたくなかったためである。神奈川塾から横浜村へ道が作られ、横浜道、間にある大岡川の分流、葉大岡川に吉田橋をかけ、その橋に関門という関所のようなものを置いた。 その関門の内側、横浜側を、関内と呼んだ。現在の地域名はこのことに由来する。神奈川運上所、今の県庁のある場所の西側が、日本人居住地、東側が外国人居留地であった。1860年に、横浜村周辺は、今までの川に加えて、掘割りを掘り、橋を架け、橋を通らなければ、横浜、関内には行けないようにし、 すべての橋に関門を設けた。当時、武士と外国人との接触を避けるため、武士は館内には入れなかった。吉田橋から旧居留地に至る道が今の馬車道である。現在、覇王家川が流れていたところは、首都高に橋は道路と一体になってしまい、石碑でそこに川が流れ、橋がかかっていたことがわかるのみである。吉田橋は、 鉄の橋として1869年に架け替えられた。設計は、リチャード・ヘンリー・ブラントンという、イギリス人技師。近代化が進むにつれ関門の存在意義が薄れ、やがて廃止されたが、長年の監修と名残で今もこの辺りを、関内と呼んでいる。また、今の伊勢崎町辺りは、関門の外、関外と呼ばれた。現在関内と名がついているものは、JR。 横浜市営地下鉄の館内駅、館内ホール、横浜市市民文化会館のみである。民間施設は除く。キングの塔、神奈川県庁本庁舎クイーンの塔、横浜税館、ジャックの塔、横浜市開港記念会館は、地元では、横浜三塔と呼ばれ、横浜港のシンボルとして、長年市民に親しまれている。横浜三塔の交山賞を楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。